テリー・ジョーンズ、テレンス・グレアム・パリー、テリー・ジョーンズ、テレンス・グレアム・パリー・テリー・ジョーンズ、1942年2月1日台、は、イギリスのコメディアン、映画監督、作家、歴史学者、イギリスの代表的なコメディグループである、モンティ・パイソンのメンバーである。北部ウェールズで生まれた後、銀行員であった父の仕事の都合で、サリー州で育つ、代を通して、 ラグビーに熱中した。オックスフォード大学セントエドモンドホールカレッジに進学して英語学、イングリッシュやイギリスの歴史を学ぶ傍ら、演劇を学び、同校のコメディサークル、オックスフォードレビューに所属する。同サークルでは、エディンバラフェスティバルでの公演を成功させるなど、実績を積んだほか、後にコンビを組んで、スケッチを執筆することになる、モンティ・パイソンのマイケル・イリンと出会っている。 大学卒業後はコメディライター兼役者となり、イギリスの歴史をパロディ化したコメディ番組、The Complete and After History of Britain や、マイケル・ペーリンや、エリック・アイドルらと共演した子供向け番組、The Not Ajaz というアセットなどに参加する。The Frost Report をはじめとするデイビッド・フロストの番組にもライターとして参加したほか、1968年には、 音楽ディレクターのバリーブースのために楽曲を作詞している。そして、1969年、他の5人のメンバーと共に、モンティパイソンを結成した。1969年に放送を開始した、空飛ぶモンティパイソンでのジョーンズは、番組の特徴である、オチを排した展開を提案した。ペーリンと共に執筆したスケッチはビジュアルに訴える、作風のものが多く、 シュールさを全面に押し出したものが少なくない。役者としては、貴族の男性から、庶民のロープ人までを特徴的に演じ、特に、ペッパーポットと呼ばれるキンキン性のおばさん役は、ジョーンズのハマり役となった。スケッチでは服を脱いで裸となることも多く、中でも、第3シリーズのオープニングに登場した、裸オルガン奏者は有名である。また、ジョーンズは、演出にも、 興味を持ち、テレビシリーズではメンバー中最後までテレビ局に残り、編集などの指図をしていたという。テレビシリーズ終了後の映画では、前作において監督を務めた、モンティ・パイソンホーリー・グレールでは、テリー・ギリアムと共同監督。パイソンズの活動終了後も、作家、脚本家として活動し、リッピング・ヤーンでは、ペーリンと共同で台本を執筆したか。 ラビリンス、魔王の迷宮などの映画の脚本も手掛ける。映画監督の道へも進み、自身の小説の映画家である、エリック・ザ・バイキングや、楽しい川辺などを演出した。コメディ作家としての活動から離れた後は、主に歴史学者として活動し、ジェフリー・チョーサーの研究では、学術分野でも評価され、大学の講義で使用される、教科書、チョーサー・アズ・ナイト・モフでした。また、 十字軍の研究でも知られており、BBC のドキュメンタリー番組、クルセイダーズの制作などを手掛けた。近年は、新聞での政治的、社会的論評のほか、子供向けの絵本や、小説の執筆活動が目立っている。2006年10月21日のデイリーミラー紙に、パイソンレジェンドバトルズキャンサー、伝説のパイソンが、癌闘病中と題する記事が掲載され、 初期の腸がであることが公表された。しかし、24日付の記事では、試験回復を受けた結果、状態は良好であるという情報が掲載された。2016年9月23日、ジョーンズが前頭側頭型認知症による原発性進行性失語と診断されたことが発表され、翌24日には、パイソンズ時代の執筆パートナーだったマイケル・ペイリンも、 見ているのがましいとのコメントを発表した。また後には、パイソンズの一員である、エリック・アイドルが、テリーは復活ライブを最後まで頑張ってやってくれたと、インタビューで答えており、2014年の復活ライブの頃にはすでに発症していたのだとほのめかしている。同日、同年10月2日に開催される、英国アカデミー賞のウェールズ版である、第25回バフタカムリーの授賞式で、 映画、テレビへの優れた貢献に対する特別賞を授与されることが発表された。1970年に生科学者のアリソン・テルファーと結婚し、二人の子供を儲ける。長男ビルは自身の経営するビルベンプロダクションでモンティパイソンに関するものを含む映像作品の生を手がけ、2012年にモンティパイソンある嘘つきの物語、 クレアム・チャップマン次元を監督、プロデュースした。2012年にテルファーと離婚し、41歳年下のスウェーデン人女性アナ・ソダーストロムと再婚した。ソダース・ロトムとの間にも子供を一人設けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。